はい、それでは本日お時間となりましたので、ユニークキャリアラウンジ第73回を始めたいと思います。本日アシスタントを務めます青木です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、番組の後半の方ではラスト15分あたりですね、皆さんとの質問の時間も設けておりますので、チャット欄の方からどしどし都度質問の方記入いただけると嬉しいです。それでは早速ではありますが、ゲストのご紹介移ります。本日のゲストは、除菌殺菌ではなく微生物との共生をコースワープ代表の伊藤浩平さんです。伊藤さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お父さん、よろしくお願いします。お願いします。ザ・アップデートの動画も見ました。ありがとうございます。伊藤さんのパートだけフルで。ありがとうございます。もうめちゃめちゃこう、過去のユニークのに登場されたゲストの方々の中でも、もう偏愛という方向で、もう本当に飛んでてユニークだなと思うんですけれども、もう微生物を愛してやまない人に僕人生初めて出会ったんですけど、はい、まず簡単に伊藤さんのこう自己紹介をお願いしてもいいですか？今23歳で、去年大学を卒業したんですけど、今は日本橋の方でラボを入居してまして、そこでいろんな微生物の研究とか、あとはその微生物の解析とかっていうところをお手伝いしたりとか、あとはジアップデートみたいな感じで、ああいう番組に出て自分の事業を今はプレゼンして、それを計画しているという段階になるので、これからそういう形で事業化とかに向けて今、頑張っているところになります。はい、ありがとうございます。でこの間Gアップデートでもね、こうプレゼンされてましたけれども、こう微生物をこう放出して森林に近いいい空気を作るデバイス、グリーンエアーみたいなものを今開発されてらっしゃったりするんですか？そうですね、今本当にあれをどういう形で世の中に出そうかなということを他のメンバーと考えているところで、なるべくこう多くの人に届くような形だったりとか、いろんな人が使いやすいような形とか、安全性とか効果とか、いろんなその側面からやっぱりちゃんと検討していかなきゃなということで、今メンバーで一生懸命そこを詰めているところです。年内にどうなってればなと思ってます。はい、もう実際に製造フェーズには入ってるんですか？それはまだこれから？こうその前で、今そのやっぱ機能ですね、実際にそのハードみたいなところって、どういう形にするかっていうところが結構難しくて、例えば本当にああいういい空気清浄機みたいな形にするのかとか、それとももしかしたら他の形でも似たようなことができるかもしれないねということで、やっぱりハードを作るって結構お金かかるなということを、調べて分かったので、そこら辺でちょっとアプローチをどうしようかなとみんなで話し合ってます。なるほど、ありがとうございます。もう伊藤さんのこう微生物との出会いは、かれこれ10年前ぐらいに、ね、遡ると思うんですけれども、こうそもそものこう一番最初の、原点というか、伊藤さんの今の研究者気質との始まりは、この10歳の時ノートパソコンを買った時から始まってらっしゃるんですよね。そう、なんかそこら辺はそうですね、実際そこは別に生命科学やってたわけではないんですけど、なんか結構調べるのが好きだったりとか、なんか情報収集するのすごい好きで、でなんか家にあったパソコンとかでやってたんですけど、なんかインターネット開くのに10分ぐらいかかって、最低10分5分ぐらいかかるみたいな。なんか当時は光とかじゃなくて ADSL ってちょっと遅い回線だったりとか、パソコンが古かったりとかして、なかなかなんか面白い世界があるんだろうなということは思いながら、もうそこに触れられないなということを思ってて、それで10歳の時にお年玉を結構貯めて、小学5年生とかかな、4年生とかの時にパソコンを初めて、もう3万円とかのパソコンなんですけど、その当時なんかネットブックっていうめちゃくちゃちっちゃいなんかパソコンが流行ってて、これを買っていましたね。5万円ぐらいで買えるやつですよね。そうですね、もうその時3万ちょいぐらいで、めっちゃ高いとか言いながら買ってたんですけど。でも10歳からしたらもう高い高いですよね。本当に高いですね、もう一生使うぞって思ってたんですけど。なんでそんな高い、もう当時のね、10歳からしたら3万円なんて、お年玉が一瞬でなくなるぐらいの金額だったと思うんですけど、それでもノートパソコン欲しいって思ったのはなんでだったんですか？いや、逆にパソコン以外欲しいものがなかったんですよね。なんかゲームとかもなかったりとかするので、
なんか何か欲しいものあるかなって考えたときに、やっぱパソコンを使えばインターネットができて、そこから情報収集とか、なんか分かんないことが知れるなって思ったときに、なんか図書館に毎日通うより、家でパソコン開いたら一瞬じゃねみたいな考えながら、なんかなかなか情報も、あの鮮度とかも含めて、インターネットって面白いなっていうことを、なんか、しょうがながらに、まあ、そのときは本当に全然今みたいな研究とかの内容は関係なく、純粋に、まあ、触れていきたいなっていう気持ちがすごい強かったですね。実際それでノートパソコンを始めて、まあ、自分専用のパソコンを買ってみて何か変わったこととかってありましたか？そうですね、まあでも基本的に一日中触れて、そのまあ速度とかも速いから結構分かんないことだったらすぐ調べられるし、うん、まああとなんかそのパソコン自体の仕組みというか、まあ本当に簡単なことで言うと、ソフトのインストールとかアンインストールとかそういうこととか、アップデートとか、そういうなんかパソコンとは何かみたいなことを結構ちゃんと小学校のうちにあの一通り知れて、それですごい良かったなと思いますね。だいぶこう行動の幅が広がりますよね。そうですね、結構本当に可能性広がって、うん、本当にそのパソコンとかも買うときもすごい、あの最初は本とかでなんかパソコン系の雑誌を見て、なんかどのパソコンが一番いいかみたいなことをなんか親に半年ぐらい考えろって言われて、その雑誌をめちゃくちゃ読んで、それでまあその当時そうですね、国産のパソコン買ったんですけど、なんかやっぱそうやって考える力とかもまあもちろんついきましたし、うん、それでちょうど中学になった頃ぐらいにあのデスクトップパソコンを自分であの自作することをしてましたね。 1,2 年生とかでパーツをちょこちょこ買って、その時5万のパソコンとか買ったんですけど、ちょっとまあ前のパソコンよりはあの値段もアップグレードして2年ぐらいかかったんですけど、なんか今日はメモリーとか今日は CPU とか、 なんか今日はパソコンの外に買うぞみたいな感じであの東京とか行ってちょこちょこあの親の旅行の時にパーツ買って帰ってくるみたいなことを2年ぐらいかなやってて、すごい、ね、でなんかある日突如親がなんかそのパソコンの本体 の箱が届いた時に、あれお前もしかしてパソコン作ってるのみたいになって、そうそう、このなんかガラクタみたいな山は実はなんか1個のパソコンになったんだよみたいなことがあって、それでなんかまあそういうハードウェアのところもそうだし、ソフトウェアのところもそうだし、結構パソコン好きだなということを中学ぐらいまで思ってやってましたね。なるほど、めちゃ面白いですね。面白い。結構もう小学生ぐらいの頃からなんかメカが好きだったんですね。そうですね、もうガジェット好きで今でも超好きですね。なんか携帯とかもなんか安い端末とかあるじゃないですか、1万とか2万で買える携帯端末とかで、なんか面白い形のやつとかあると結構やっぱり使わないけど買っちゃうんですよね。で1回使ってあ面白かったなってこう使わずにこうそっとすぐに置いていくんですけど、ガジェットが折りたたみスマホとかも、ああそうそうそうだし、なんかキーボードついてるやつとかも、はいはいはい、結構古いやつとかあってもすっごい昔の Android OS とか入っててわーすげーとか言いながらなんかそういうことを楽しんでたりもしますね、時々。面白い。こう、まあ、そういう、まあ、メカが好きだった少年時代からどうやってこう微生物と出会いハマっていくんですか？そうですね、微生物と出会ったのは、まあ、研究自体出会ったのが、高校に入ってからですね。高校に入ってで、まあ、なんかもともとその勉強とかがなんかそんなになんかやらされて、それで点数取ってなんかその評価軸しかない人生って結構しんどいなみたいなことをなんか思いながら生きてて、でなんか高校入った時にそうなんかラボがあの高校の近くにあって、あのセンター生命科学研究所っていう慶応義塾大学のラボがあったんですけど、そこに学生として高校生として入って研究の、まあ、お手伝いだったりとか自分で研究テーマを持ってやるっていうなんか制度ができたんですよね。でそれでお願いしてあの面談とかして、であの学生の下についてあの研究を始めたという形が最初のスタートになります。なるほど。そうか、実家の近所にたまたまその研究所があったっていうのは結構大きかったんですね。そうですね、本当に、まあ、結構大きい研究所なんですけど、あのそれがたまたまあって、でそこでいろんなその、まあ、研究者の方とかと知り合ったりとかして結構刺激になりましたね。はい、その研究所が近所にあったからといってそこにこう研究生として入ろうってなかなか思えないと思うんですけど、どういうきっかけで研究所に入ることになったんですか？そうですね、まあ、きっかけはそういう、まあ、制度があって、その、まあ、あの見学会みたいなものに行った時に、そうですね、まあ、制度があるから応募もできるよという形で実際にその応募したという形になるんですが、なんかなんで応募しようかって思ったかっていうと、そのまあみんながやってなかったからっていうのが一番大きい理由かなということで、パソコン作るのもなんかこうそうですね、なんかいろいろ
機械とかいじるのも、まあ、同学年の子たちはゲームとかしててやってなかったから、なんか他の人がやってないことするのすごい好きだなということをなんか思っていて、うん、それで研究って高校生の時うちからやってる人たちって、まあ、なんかその時はあんまりいないのかなって思ったら、なんか実は結構あの日本全国見るといろんな高校生が本気で研究してて、そことも出会えたのも結構大きいんですけど、そういうところで最初は、はい、始めましたね。いや面白いですね。そっか、もともとその伊藤さんのこう行動のパターンとして他の人がやってないことをやるっていうのは結構好きなんですね。そうですね、同じことを絶対したくないんですよね。だからなんか、職場体験の時とかもなんかそれこそ小学校の時とか中学校の時かなとか、なんかこうリストが渡されてなんか地元のここに行きなさいみたいなやつで、絶対なんかこうそういう選択肢の中から選ぶのが超嫌なんですなんか選択肢は特に面白いことがあるはずだろうなと思ってて、人がやっぱりその選択肢に入れるってことは人がすでにいいとか面白いと思ってるとか、そうじゃないものを探してなんかその良さに気づきたいなと思ってて、それでその時はなんか地元にあった映画館に電話して、できたばっかのとこだったんですけど、そこに電話してなんか社会科見学行っていいですかみたいなことを突然自分で開拓したんだ。11とか12とかの話だったんだけど、やっぱそういう感じでなるべく人と違う選択肢を取りたいなということを思って一応意識して生きてきましたね。いやー面白い。もうそれは昔からそうなんですか、それとも何かでそういうふうに変わったんですか。いやどうなんですかね。なんか、まあなんかそもそも学校でなんか50分か50机に座って授業を受けるとかっていうのがなんか結構苦手で、なんか、まあ別にあれですよ、立ち歩いたりはしないんですけど、なんか集中できないなとか思ってて、だからなんか同じことをみんなで一緒にやるとかっていうのはなんかあんまりあのそこに楽しさが分からなかったから、なんかそうですね、だしなんかこう自分で選んだ道じゃないというか、なんかこう与えられてやっていくっていうのは結構なんかなんかとか思いながらここまで生きてて、でそれで大学とか来てからなんかようやく自分でなんかやりたいことを選んでそこに人を集めてなんかできる世界もあるんだってことに気づいて、そこからあのすごい楽しくなったなと思いますね。なるほど、面白いですね。その伊藤さんの原点がそこにあるような感じがしますよね。ありがとうございます。それで15歳、高校1年生の時ですかね、あの研究所に研究生として入ることになって、うん、そこでこう微生物との出会いがあったということだったんですけれども、この微生物とこうの馴れ初めというか微生物と出会った時のことについてちょっと教えてもらってもいいですか。まあ、なんか明確にここで出会ったっていうわけじゃないんですね。実際僕その微生物の研究をしてたんですけど、別にその、はい、例えばなんだろう、顕微鏡で見て微生物いるねとかっていうことはなんかまああんまりやってなくて、どっちかというとその微生物をまあいるかいないかわからないんですけど取ってきて、でそこからその微生物の DNA を調べるってことをしてたので、まあ実質例えば自分が調べた微生物がどういう形してるかとか、どういうまあ大きさなのかとか、どういうまあ特徴があるのかっていうのはその外見上は知らないんですよね、ずっと。まあ今もそうなんですけど、実際僕が見てるのはその塩基配列って言って ATGC のこの並びなので、なんかそこでは、まあ、ある意味そのちゃんとした明確な出会いはないんですけど、そこでその最初に知り合った研究所で知り合ったその修士の先輩が3年間教えてくれたんですけど、はい、そこはあの微生物の研究してたので、なんかその人すごいいい人だったので、そういうまあいい仕事を得て、で微生物をずっとまあ今まで続けてるという形になりますね。そっか、その微生物との出会いだけじゃなくて、その人生の師匠とも呼べる、まあ、先輩との出会いもあったってことだったんですね。結構そこが多分割合で言うと高校の時は大きかったかなと思います。その方からこうその会話だったりとか、その方との出来事の中で印象的だった言葉とか出会いとかってありますか、出来事とかありますか。まあなんか基本的になんか僕あんまり記憶がすぐなくなっちゃうのであれなんですけど、あんまりこう嫌な記憶がないですね。基本的にその研究とかも、まあ、毎日ラボに行かないといけないとかってこともなくて、まあ、好きな時に来ていいんだよって感じだとか、まあ、あとその困った時に助けてくれるよっていう姿勢を示してくれたっていうのがすごい良かったですね。なんかなかなかあのやれとか、まあ特にこう言われずに自分のペースで、まあ、高校生なので他の勉強もあるということで任せてくれて、で困った時はあの本当にいつでも聞きに来てもいいよという感じでしてくれたので、結構それは助かりましたね。なるほど、いいですね、ありがとうございます。そっからこう
本格的に微生物の研究がスタートするのは、うん、大学に進学してからですか？そうですね、そこからは、うん、形が変わって藤沢の方で慶応内製の方に入って、はい、研究っていうのを続けていました。なんでこういろんな進学の選択肢がある中で慶応の SFC だったんですか？他の選択肢はなかったんですよね。なんか大学、正直そこ以外で行きたい場所がなくて、なんか理由も特にないなと思って、で、そのやっぱ SFC は1年生の時から研究ができるというか、研究室にすぐ入ってるので、なんか研究3年間やってきたのに、大学4年生から研究室に入ると、なんかこの間のなんか3年とか4年とかの期間が、結局せっかく経験したものがなんかなくなってしまいそうだなと思っていて、まあ、基本的にそうですね、他の大学はまあほぼ考慮してなくて、 SFC に入れたら入そこに行こうっていう感じでやってましたね。じゃあもう SFC 一択だったんですね。かなり一択だった方だと思いますね。ありがとうございます。それでまあ SFC に入学して、まあ、研究生活にもう没頭するかと思いきや、結構生命科学だけじゃなくていろんな分野のことを学ばれたんですよね。そうですね、基本的に SFC リベラルアーツでいろんなことを学べますし、まあ、それこそアートとか、まあ政治とか、まあ、いろんな分野が本当に、もちろん僕がもともと好きだった IT とかそういう話もできますし、そういうところで結構いろんなことを、学ぶというか、逆に生物だけ、その生命科学だけで単位を取り切ることって無理なので、そういう意味では本当にそうですね、生物学とか生命科学で取った単位っていうのは別にその全単位の中では本当にわずかというか、まあ、一部という感じで、他にまあいろんなものを学んで偏りなく、まあ、ちょこちょこ知れたかなと思います。なるほどなるほど。そういう中で、まあ、リベラルアーツでいろんなものを学びながら、この20歳ぐらいから都市環境の微生物研究を、まあ、本格的に始めるようになったということなんですが、まあ、微生物研究といってもいろんな、ね、こうアプローチがある中で、都市環境の微生物研究っていうのにフォーカスしたのは何でだったんですか？そうですね、基本的にその微生物の研究でいうと、まあ、なんか僕がやってるのはいわゆる微生物がたくさんいる環境を調べるみたいな感じなんですよね。だから1匹の微生物を取ってきて調べるんじゃなくて、例えばそのお腹の中だったらお腹の中にいる500種とか1000種とかの微生物をまとめて、どういうものが何パーセントいて、どういう機能があるかっていうのを調べる方法でやってたんですけど、なんかそういう僕は微生物のコミュニティがすごいやっぱり面白いなということを思っていて、そのまあ複雑な相互作用だったりとか、そういうのが人の健康とかにいろんな影響を与えているよということが分かってたので、それでまあもともと高校の時は皮膚の微生物とかやってたりとか、あとはその腸の微生物とか、その体の中にいる微生物ですね、そういうのをまあ口の中にいる微生物とかっていうのを調べたりとかしてて、でその中でまあ体の中にいる微生物ってみんなやってるなってことに気づいたんですよね。なるほど。さっきのあれですね、そうしますね。に行こうと思ったんですけど、外だと例えばその田んぼとか、そういわゆる土壌環境ですね、土の中にいる微生物も、まあ、いろんな人がやってたりとかしてて、まあ、森林とかもそうだし、川とかもそうだし、で外にいる微生物やってないってことこだろうみたいなことを考えると、まあ、住居なんですよね、住居の中とか、そういうところは比較的に、まあ、もちろんやってる方々世界中にたくさんいて、素晴らしい研究たくさんあるんですけど、比較的にそうですね、やってない分野としてはあるのかなと思って、そこに大学2年生ぐらいかなの時からやり始めました。なるほどなるほど。ここでもこう伊藤さんならではの、誰もやってないことをやりたいと、みんなやってることをやるのは嫌だってい う, こう思考がそこでも生きてます。そうですね、本当に基本的に多分そういう大きい決断以外にも、なんかこう日々の小さい決断とかも、なんかこっちみんな選んでるからこっちにしようみたいな感じで割とこう無意識でやってるところがあるので、なんかあんまそうですね、考えてみるとそういう決断が多いかもしれないですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。でそんな中でこう研究をだけをするんじゃなくて、こう、まあ、現在のゴーストアップみたいな、こう対外的な活動もこう伊藤さんはされてらっしゃるじゃないですか。でなんか単に研究者だけじゃなくって、そういう活動もし始めたのは何かきっかけとかあったんですか？そうですね、なんか
なるべくこう社会に大きいインパクトを与えたいなということはなんかこうずっと思ってて、うん、でなんか、まあ、ずっとそのこの職業になりたいとかっていうのはなかったんですよね。あの、まあ、小さい頃から小学校とかでもなんか人にこう大きい影響を与えたいなと思っていて、なるべくその影響がポジティブな影響だといいなということを思ってて、はい、でその時に、うん、まあ研究はそれに当たるのかなということを思って7年間ぐらい、うん、まあ研究をしてたんですけど、まあ、なんかその社会にそれが自分の研究成果があの実装されて社会のシステムの中に組み込まれるっていうのは結構実際にあの研究者だったらできないというか、研究者はやっぱ論文書いていかないといけなかったりとか大学の業務とかが難しいので、うん、そういうところであの、まあ、社会に実装したいなということを思っているうちにそういうあのいろんな研究室の中で研究をするだけじゃなくて、いろんなその社会を動かしている人たちとかいろんなあの会社の人とかそういう、まあ、社会実装をやってる人たちとつながらないと、うん、あのここは自分の研究が社会に落ちることは、まあ、ほぼ一生ないんだろうなと思って、なるほど、せいぜいなんか、まあ、10人とか20人から引用されて喜んでるようなのがやっぱり限界としてあるのかなと思ってて、それもそれでもちろん素晴らしいんですけど、僕の目的とは違ったので、そこで研究もしつつその研究 の, あの成果っていうのをなるべくこう社会にあの早く落とすにはどうしようかなと思って、そういうまあ学生団体だったりとか、うん、今はその企業、うんというか事業化の準備をしていたりします。なるほど、そういうことですね。まあ、せっかく研究するからにはその研究してこう分かったこととか見えてきたものっていうのを社会実装するところまでやりたいけれども、まあ、それを誰かにやってもらおうと思ったらなかなか難しくて、だったら自分でやってしまおうと、そういう発想だったわけですね。そうですね、本当になんか僕の研究以外にももちろんその世の中にたくさん論文って毎月毎日たくさん出ていて、でそういうのを本当にたくさん毎日読んでるんですけど、なんかあこれめっちゃ社会にこう落ちたらこういう形になるだろうなみたいなことを結構考えつきやすいタイプなのかなと自分自身思っていて、なのでそういうあの、まあ、論文で出た成果をちゃんと社会に実装するっていうその橋渡しみたいなところが今後あの今できる人って多分そんなにいないのかなと思うんで、そういうところで僕はたくさん論文を読んで、これは社会にこうであの価値があるなみたいなことを考えたりとかするのが今一番楽しいですね。面白いですね。そうやってこう社会実装までやるぞということで活動された、あの、まあ、今はねこうグリーン AI とかもうプロダクトの開発までも視野に入れて置いてらっしゃると思うんですけれども、こう学生団体として立ち上げられた当初っていうのはどんな活動をされてたんですか？まあ、当初はその都市にいる微生物を調べるみたいなところで、実際そういう海外 の, あの都市の微生物を調べている団体のお手伝いをしたりとか、あとはあのみんなで東京の街に出て実際にその微生物を取って解析したりとか、その成果をあの国内とか国際学会であの何回か発表したっていう感じになっていて、基本的にアカデミアですね、あのまあ研究領域に根付いたようなことをあの3年ぐらいかな、4年ぐらいやってましたね。そこからこうビジネスの方に染み出していくのはいつ頃からだったんですか？いやでも本当にまだ1年ぐらいですね、ここ1年とかですね、ちょうど僕が去年の9月に大学卒業したので、そのタイミングでちょっとまあやろうかなっていうことで、はい、でも実際にまあちょっといろいろ検討することとかあったので、ちょっと時間かかってるんですけど、うん、そうですね、本当に1年、ここ1年ぐらいの話ですね。なるほど。何かこうきっかけみたいなのはあったんですか？まあ、なんかやっぱり持続可能なことをしないと社会って変わらないし、なんか僕がやりたいのはその人と微生物が共生する社会を作るっていうところで、あのまあ手段として建築とか都市デザインとか室内の環境を変えるようなグリーンエアみたいなデバイスを作っていきたいと思ってるんですけど、その都市デザインまで行くと実際にその都市計画とかって話にもなってくると思うんですけど、なかなかまあタームで言うとかなり長いタームというか、まあ、すぐできることではなくて、それを学生団体って形でやるのはまあまあほぼ不可能だな。なるほどなるほど。でそれをまあ、なるべく事業化でやるとあの速度としては速くなるんじゃないかなということを思ってこういう形に言いました。そういうことですね。ちなみにこう、まあ、去年の9月に大学を卒業されて、まあ、それぐらいからこう事業化を、まあ、本格的に考えるようになったというお話でしたけれども、実はその SFC を卒業するタイミングでこうトラブルに見舞われたとそうなんです、ね、いうことだったんですが、これどういうことなんですか？まあなんか、そうですね、まあジャンルで言うと人間関係なんですけど、やっぱそこは結構研究に支障が出るような
属性の方とだったので、そういうところで研究がまあ実質止まってしまって、まあ、今もちょっと研究活動として論文とか書いてるんですけど、それは実際ちょっと動いていない状態になっていて、でそれでまあ、ちょっと落ち込んでしまったりとかして、実際去年の9月から12月ぐらいは結構パフォーマンスが落ちてしまって、でそれででもまあそんなことしてもいられないなということを思ってて、まあ、結構、まあ、悩んだ時期とかはあったんですけど、でもまあそうですね、今は普通に元気にやってますし、あとはその12月にちょうどその G アップデートで発表した内容っていうのはソニーのコンペティションに出したんですけど、そこでまあそろそろ切り替えようと思って12月ぐらいにそういうチャレンジをして、まあ去年の今年の3月の末に発表したという形になりますね。なるほどなるほど、うん、それでこう乗り越えて今に至るわけですよね。そうですね、はい、うん、人間関係のトラブルっていうことだったんですが、こう差し支えのない範囲でもうちょっと具体的に教えてもらってもいいですか？そうですね、なんかまあ分かりやすく言うと、まあなんか研究室関連ですね、でかつそのまあ年齢差があるような、まあ感情トラブルだったので、割とこうなんか僕一人でどうにかできる感じじゃないので、まあ周りに助けてもらいながら、まあ正しい方向に進めていけたらなということを思ってやっていたんですが、なのでそういうところで今実際ゴーサーブとして学生の時にやってた結果っていうのを論文に書いてるんですけど、そこちょっとなんか止められてるような状況で、実際やっぱそういうアカデミアの活動とかも同時にすべきだとは思うんですよね。やっぱり社会実装する上でアカデミアでエビデンスをしっかり出して、そこで価値を高めていくっていうことはすごい大切なことだと思うので、そういうことで、まあ、今ちょっとまだ完全に解決しきってないんですけど、まあ、僕はもう切り替えてとりあえず次ということで、本当にまあいろんな可能性があるなということを思ってるので頑張ってます。なるほど、その出来事というかトラブルからこう伊藤さんが学んだこととか気づいたこととかってあったりしますか？まあなんかすごいあれなんですけど、やっぱサイエンスやってる人たちってどうしてもそのロジカルに話すのは得意ですよね、もちろんその、うんうん、で合理的に話すのは得意なんですけど、なんかそれってあくまでもサイエンスの話だけだなと思っていて、例えば人間とコミュニケーションを取るときとかっていうのは、そういうまあ、ロジカルなところで話すだけだと、まあ、どうしても分かり合えないし、人にはやっぱり心があるので、なんかそこをなんか分かっておけたなと思いますね、そこで。なんか合理的にそうどっちが間違ってるとか合ってるとかっていう議論っていうのは、なんか人と人同士がするべきものではなくて、もっと本当はそこにエモーショナルな、まあ、相手の感情を読み取って発言を控えるとか、なんかそういう、まあ、倫理観ではないですけど、うん、そういうところっていうのがないとなんか、うん、ダメだなって思ってきたとして思って、そこはやっぱり本当にちゃんとしてほしいし、やっぱりそういうところができてない人が結構多かったので、そこで本当に自分はなんか気をつけたいなと思えたので、うん、よかったですね、それを23とかに気づいて、うんうん、結構収穫としては大きかったかなと思います。うんうんうん、まあね、理系の方はロジカルな人が多いとは言ってもロジックだけでは人間を動かせないみたいな、なんか ロジックとそのなんかエモーショナルの部分の人たちが議論すると大抵ロジックの人が勝つんですよね。なんか、うん、まあ、そっちが合理的じゃんって話になったりとか、あとはもうロジックって頭の中でできてると、まあ、すぐ話せるから、まあ、話す速度だったりとかね、結局ディスカッションとかするとエモーショナルな人って結構言葉選びながら自分でこううまくエモーションを使って話したりするから時間とかかかっちゃうんですけど、やっぱそういうところでなんかこうサイエンス思考の人が勝ちやすい世の中なのかなっていうことは感覚としてはあったりするんですけど、やっぱそれだけじゃ解決できない問題だったりとか、そういうものがあって、うん、まあ、人間らしさっていうのが本当に大切なのかなと思ってますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。そっからまあしばらくは結構もう、まあね、これが人生一番のバッドモードだったということで、なかなかこっから立ち直るのも大変だったと思うんですけど、どうやってこう乗り越えていったんですか？まあなんかもう切り離した感じですね。なんかその問題に向き合う、まあなんかそのそれこそ今も論文書けてない状況で、まあ実際その実画みたいなところあるんですけど、でもまあなんかそれ論文書きたかったのが人生だっけみたいなことを考えた時に、まあなんかそこに全力で今コミットして、そこの権利を得ていくよりは、まあ、ビジネスとか他のところに展開してもっといろんな人の支持を得ながら、その自分のしたいことに近づいていく方がなんか絶対そっちの方がいいよなみたいな、なんか嫌なことに向き合い続けるよりもちょっとそれを距離を置いて楽しいこと
をちゃんと考えて、どうそれが社会に落ちるかっていうのをちゃんと意識して生活した方が、なんかそっちの方が絶対いいなということを思ってて、精神衛生的にも。うん。そこは切り離して、まずは今自分ができることをやろうっていうふうに思った。そうですね、そうですね。むしろそこに対して自分ができることってあんまないですね。やっぱり人間関係なので、結局、相手がどう自分で変えられないので、なんか自分と他者の問題を切り分けるみたいなことが大切なんだなってようやく気づいて、なんか相手を変えるって結構難しいから、でなのでそういうところで自分ができることを少しずつやっていって、実際にその12月からこの半年ぐらいなんですけど、結構それで本当にいろんなことができたりとか、あの、コラボレーションが生まれたりとか、いろんな人とお話しして、なんかもうちょっと社会になんかこういうことができそうだなっていう実感を持てたので、なんかちゃんとやっぱりこういうあの人のためだったりとか、自分の好きなことをやってった方がトータルとしてやっぱ社会のためになるんだなってすごい思いましたね。うん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 、ソニーの、まあ、コンテストというか、うんうん、そのソニーは君と組みたいにこう出そうと思ったのは何がきっかけだったんですか？なんか基本的にきっかけはなくて、で本当にただただなんかこう広告とかで見てて、なんかソニーが君と組みたいって、なんかあソニーさんねみたいな感じでソニー製品好きだったから、まあ、なんかソニー、まあ、それこそガジェットとかハード作るところはすごい強いですよね。そういうところで、まあ、グリーンエアとかそういうハードを作るときに、あのかなりバックアップ体制としてはいいのかなということを思って、実際に今もあのソニーの方のメンタリングとか受けてるんですけど、すごい的確な指示とか、まあ、いろんなディスカッションしてもらって、すごい良いなと思ってますね。うんうんうん、実際こう、その出すアイディア、このグリーンエアのアイディアを、ね、プレゼン出されたと思うんですけど、このグリーンエアのアイディア自体は結構、ま、もともと構想としてはあったんですか？その9月ぐらい、卒業したぐらいから、まあ、なんかその研究が止まったから、じゃあ研究じゃないもので勝負しなきゃなみたいな、でもやっぱりビジョンは変えたくなかったので、どうしたらその今できない手段を代替して他の手段で同じ目標を叶えられるかなと思った時に、ゲノム解析とかそういうあのいわゆるこれまでやってたアプローチだと、なかなかその、まあ、実際のビジョンを叶えるためのソリューションにはならないかなということを思っていたので、そこであのグリーンエアみたいなその微生物を加えることが必要だなと思ったんですよね。これまでは純粋に室内にいる微生物がどういう種類でどういう機能があったかっていうのを調べてるだけで、やっぱそれだけだとあの、まあ、いわゆる受託解析みたいな感じでいろんなあのアカデミアの方と、まあ、共同研究とかできると思うんですけど、社会実装なかなかあの難しい分野なのかなということを思っていて、それであの、まあ、微生物を加えることで解決できる問題はないかというところで、そこであのシフトチェンジしてグリーンエアっていうものを思いついてやってた感じですね。なるほどなるほど、そういうところから発想が生まれてきたんですね。そうですね、はい、うん、僕はあのザ・アップデートの動画を見たんで、グリーンエアってこういうアイデアなんだっていうことをあの知ってるんですけど、他の皆さんあのどんなアイデアかなということを気になる方も多いと思うので、グリーンエアについて簡単にあのご紹介いただいてもいいですか？あ、わかりました、はい。基本的にコンセプトとしては、まあ、名前の通りグリーンエアなんですけど、あの、まあ、森林の空気をこう作り出すようなあの、まあ、室内環境に森林空気を作り出したいということなんですけど、そのためにあの人に無害でかつその増殖力が強くてあの自然にいるような微生物っていうのを使って、その、まあ、室内にいろんな例えば花粉とか、まあ、変な匂いとか、まあ、一部の病原菌とかに対してあのアプローチできるような製品っていうイメージですね。なのでそのグリーンエアっていう本体からその微生物が出て、いろんな室内の、まあ、机とか床とかそういう表面に広がって、その表面であの例えば食べ残しとかいろんなペットのフケとかそういう有機物というかゴミがたくさん落ちてると思うんですけど、あのそれを微生物が消費してくれて、それでその微生物がそのエネルギーを使って増殖して、増殖してそのカビとかダニとかそういうものを抑えてくれるっていうあのメカニズムになるので、なんかイメージで言うとそのヨーグルトみたいな感じですね。この腸内にいいものを送って、腸内のバランスを整えるということで、これまでのその除菌とか殺菌だと悪いものといいものをもう関係なくこう除去してしまうので、あのそれで室内のその生物のあの多様性とかバランスが崩れてしまうよっていうことが分かってたんですけど、なかなかそこに代替するアプローチっていうのは出てこなくて、うん、やっぱり除菌殺菌っていうのはずっと、まあ、今はもちろんされてて必要なタイミングではするべきだとは思うんですけど、あの、うん、世の中に微生物って本当に人の体の中で38兆個ぐらいいるんですけど、1人当たり、うん、
そう考えると、外多分もっと多いはずなんですよ。人が微生物を大量に出してたりとか、口からとか、皮からとか落ちてたりとかするし、あとはその土とかにいる微生物を含めると、外には無限に微生物がいるから、そいつらを全部除去するのはまず無理だろうという前提があって、で無理だったら、なんかこう除去し続けるっていうのはサステナブルじゃないよねっていうところがあるので、じゃあ逆に加えて問題解決しようと、そのバランスをうまく整えようということで、あのグリーンエアみたいなデバイスでバランスを整えて、僕たちのもともと持ってるゲノム解析の技術で、あの室内の微生物を調べて、さらにそのグリーンエアに入れる微生物の種類を変えたりとかして、例えばこのここの汚れにはこういうものっていう感じで、こういくつかの微生物のレパートリーを変えて、でそれでいろんなあの環境に応用していって、最初は室内なんですけど、次にオフィスとか学校とかそういう公共施設になっていって、それが少しずつ広がって、最終的にはあの都市全体をデザインするというイメージになっています。なるほどなるほど、面白いですね。こう今まではこうもう菌は何でも悪だという前提で、とにかく除菌する殺菌するみたいな、菌を減らす発想でしたけど、むしろ伊藤さんはこの微生物をこう、まあ、人工的に、まあ、部屋とか室内にこう増やすことによって、こうよりこう自然に近い森林のようないい空気を作り出そうということをされようとしているわけですね。そうですね、はい、本当にその通りで、あの、まあ、人の手で加えるんですけど、もしかしたら今後は例えば都市に森があったらそれ解決する話かなと思っていて、森にいる微生物なので、まあ、つまり都市に盛り上がったらいいなと思うんですけど、それは、まあ、例えば20年とか30年とかの都市デザインの方で考えていくべき課題なので、まあ、今はとりあえず人工的にあの無害なものを加えて、あの問題を解決したいなと。とりあえず今皆さん抱えているような匂いとか、あとカビとかダニとかそういう問題っていうのを、微生物で解決してもらうと、微生物の多様性とか、まあ、そういう良さに気づいて、あの除菌殺菌っていうのをなんかこう必要以上にやりすぎないというところですね、うん、そういうところも意識として変わっていくのかなと思いますね。いや、めちゃめちゃ面白い発想ですね。確かにこういう、 こう微生物をこう人工的に室内にばらまくみたいな、こういうグリーンエア的なデバイスって世界中見たらあったらもあったりするものなんですか？そうですね、実際ありますね。似てるような製品はあって、あるんですね。そことの差別化としては、基本的にはあのゲノム解析やるっていうことですね。ゲノム解析をやって、あの室内にいる微生物っていうのはもちろん場所ごとに違ったりとか、例えばあのジムだったら汗かく人がいるからまたちょっと微生物の種類が違ったりとか、あとはあのオフィスだったらまた違う微生物がいたり、トイレだったら違う微生物がいるっていうところで、あの一つの微生物を使っていろんな環境に対して最適なあのアプローチというか、あの全て の, あの場所で森林の空気を作るんだったら、その場所においてベストな微生物を使わないといけないんですけど、それが現状できていないかなと思いますね。なのでそこは僕たちが持っているゲノム解析技術っていうのがあの生きてくるのかなと思います。なるほど、そうやって差別化していくわけですね。はい、いいですね、ありがとうございます。白い、じゃちょっとですね、ここからあの皆さんとの Q&A の時間にしたいなと思うんですけれども、はい、まずは、はい、ふみちゃんどうですか？ ありがとうございます。伊藤さん、お話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんだかこう深いお話が非常にたくさん聞けて、なんだか勝手にこう微生物の世界が広がった気でいるんですけど。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと私の方から1点質問できればと思っておりまして、実はあのこれちょっと個人的な話になるんですが、私の祖父の方があの蝶が好きで、小さい頃から家の壁中に蝶のなんていう標本が飾ってあったぐらいだったんですね。ぐらいだったんですけど、あの小さい頃であったりとか、こう今でもいいんですが、伊藤さんがあの微生物以外に興味のあることであったりですとか、もしあったらお伺いしたいのと、あとあの微生物のこう研究をされるにあたって、その伊藤さんが今こう参考にされていたりとか、特にこういうあのなんて言うんでしょう、こういう研究者の方っていうのに今着目してますみたいなトレンドがあったら、ぜひお伺いしたいなと思います。あ、はい、わかりました。1個目のなんか趣味的なところで言うと、なんだろうな。まあでも結構あるんですけど、もちろんパソコンとかも好きだし、あと映画とか、洋画とかは
そうですね、最近あんま見れてないんですけど、高校大学 1,2 年ぐらいまで年100本ぐらい見るようにして、うん、結構見れてたんですけど、そうですね、あと海外ドラマとか普通に見ますし、あと音楽とかも結構普通に聞いたりとか、うん、あと、まあ、好きなアーティストだったら年4回とか5回見たりとか、結構そういうところでは割と結構いろんなことをやりつつ、そこでまあ得たことを、まあ、研究に生かすじゃないですけど、結構複合的にいろいろ学んだりするのも結構好きですね、うん。そうなんですね。割とあのもうずっと本当に研究に没頭されつつ深められつつっていう感じなのかなと思ってたので、そうやって知見を得られたのすごいな。そうですね、うん、他のことしないとやっぱり研究もなんかなかなか、うん、乗らないというか、うん、切り替えてやっていかないといけないなと思ってて、まあ、1日のうちになんか24時間と8時間ぐらい寝るとしても残りの時間ずっと研究するわけじゃないし、なんかやっても10時間ぐらいだなと思うと結構空き時間あるから、そこでいろいろ他のこととか学ぶと、なんかこことここつながってるなみたいな感じで、最近はその、うん、分野間のつながりとか、うん、まあ、全く関係ないアートとかとのつながり、今バイオアートみたいな微生物で絵描くようなこととかもちょっとラボでやったりとかするんですけど、はい、うん、そこでなんかあそういうのってめっちゃいいなって思ったりとか、うん、そうそう、そういうとこで本当他の分野とかも生きてますね。であとは、うん、あれでしょうか、研究の話というかトレンドですよね、はい、トレンド、まあでも結構、まあ、僕は今ほとんど読んでる論文はその都市と微生物みたいな話なんですけど、うん、最近は面白かったのはその都市の、都市の微生物の多様性を上げるといいよっていうのは他の研究者も言っていて、オーストラリアのチームが都市にその緑化することによって生物多様性が戻ってくるから、それがいろんな人の免疫システムを強化してくれて、都市にその緑を増やすと例えば喘息になりづらい子が増えるとか、そういう今の世の中で起きているような問題ってのを解決できるよっていうのが最近論文で読んで、まあ、確かにそうだな、なんかこう僕がずっとなんとなくこう経験則で思ってたことっていうのがちゃんと実証されてて、それはすごいなんか、あ、この方向行っててよかったなっていうことはすごい自信につながりましたね。なんでそういう論文というか、緑化するとアレルギーとかそういうものが減るよっていうのがすごい良かったですね。ありがとうございます。もう海外のいわゆる日本国内に限らず海外の論文も読まれてかつって感じですね、今に生かされて。日本国内の論文だって参考になるものがほぼないので、うん、まあほぼ読まないですね。もう今本当にパイオニア的にされてる、頑張ってらっしゃるって感じなんですね。なんか日本だと分野的にそうですね、例えば日本だったら発酵とかそういうもともとあるような、はい、ヨーグルトとかだと、うん、そういう研究がやっぱ多くて日本語の文献とかあるんですけど、都市と微生物っていうと、まあ、日本人でやってる人はまあ少ないですね。少ないのでやっぱり海外、うん、研究者の方々っていうのはすごい進んだことをされていて、毎回本当に面白い論文がなんか日々見つかって、そうそうそう、でもなんかなかなか全部読めないからちょっと試したりとかもするんですけど、はい、気になったやつがあればもうすぐその作業中断して読むっていう感じではあるんですけど、はい、なんかすごいですね、なんか無限に結構興味あるもの、昨日とか3つぐらい面白いのを見つけてすごい、そんなに盛んなんですね、はい、でもこれからこう、うん、本当にまさにこういったサイエンス的な研究始めたいみたいな学生さんにとっては今耳寄りな情報だったと思います。そうか、外の方があるんだっていうそうですね、本当にそう、はい、だし、あと1個面白い論文を見つけるとその面白い論文を引用してる論文が面白かったりするんです。なるほど、横展開していくんですね。そうそうそう、だから結構つながってきますし、うん、結構今そういうのとかも調べやすくなってるので、うん、調べていくとちょっとずつその分野の最先端だったりとか、最先端まで行き着くってすごい難しくて、こう研究ってなんか山になってるってイメージなんですよね。山にこう石をこう積み上げてって高くしていくみたいなイメージなんですけど、うん、つまり新しい研究ってその一番山の上に登って、その山の上にこう石を一個置くみたいな感じなんですよね。そうすると山がちょっと高くなって、うん、その研究の分野が少し発展するってことですよね。でも山を追ってる人ってその分野の山に登った人じゃないといけないから、そうか、そういうところでやっぱ新規性出すとかって結構大変なんですけど、うん、まあ本当にそこを一回やり出すと結構楽しいので、ぜひ今後研究とかされる方は、うん、されていいかもしれないですね。いや、ありがとうございます。もうぜひぜひ非常に参考になったかと思います。私自身も参考になりました。ありがとうございます。一分野を極めるっていうことはそういうことだなっていう、ありがとうございます。ぜひよろしければ住田さん、そして吉田さん、たっちゃんも何か質問あればと思うんですが、ありますか。
あ、すみません、じゃあ。あ、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。質問としては、その、研究者として、なんかその、まあ、仕事をしていくっていうので、その、マネタイズの仕方とかって、なんか、その、どういうのがありますかっていう質問でして、それがその、あの、なんでかっていうと、僕も、大学院で、あの、川の研究を、まあ、あの、やってて、で、まあ、将来、その、研究の、まあ、世界に、戻りたくって、で、とはいえ、やっぱり、そのね、まあ、生活をやっぱり、こう、しないといけないんで、なんか、その辺の、まあ、マネタイズの仕方とかっていうのを、ちょっと知ってたいなって、はい、思いまして。そうですね。確かに重要なとこですね。なんかなかなかその、まあ、大学院の学費とかも含めて、なかなかこう研究者になるまでもそもそもすごいお金がかかったりとかもしますし、かつその卒業してからもすぐにあのポストがあるわけじゃなかったりとか、まあ、あの本当にあの 4年で卒業した人の方が初任給高かったりとかも確率としてあったりするから、なかなか分野としてはなんかそうですね、まあ、もうちょっとあの価値が高まってもいいのかなと思いますね。が認知されてもいいのかなということは思いますね。だからやっぱそういうところであの大学のこうポストとかが得られない場合はやっぱりその企業で実際研究したりとか、実際自分がその研究している理由が何なのかっていうところになりますね。例えばその例えばこれは明らかにしたいっていうことは、それはなんかなんだろうな、まあ一つの目的ではあると思うんですけど、それ以上に例えば研究してなんかどういうことを成し遂げたいのかとか、そういう、まあ、なんか自分の人生の自己実現みたいなところを考えていくと、なんか企業でもいいのかなとか、あとはその、うん、いわゆるスタートアップで自分が仕事をこうやるというか、起業してやるのもいいし、まあ、大企業に入ってもいいし、まあ、製薬会社とかそういう、まあ、選択肢としては結構いろいろ最近はそういう企業の研究者、研究職っていうのが、あの割と待遇はいいのかなというイメージではいるので、やっぱり結構修士とか取られてそっちに行かれる方とかも多かったりするんですけど、博士出た人はやっぱり結構アカデミアに残るというか、そのままあの教授を目指したりとか、そういう方が多いのかなとは思うんですけど、そっちはやっぱ大変かなというイメージではいるので、でも最近は、まあ、例えば自分たちでいろんな、ですね、本当に研究費はたくさん調べた方がよくて、意外とあの生活費に使える研究費があったりとか、あの移民館が出してる研究費がたくさんあったりとか、本当にそういうのって小さいところから、まあ、数千万のレベルまでたくさんあって、で海外を見ればもっとアプローチは増えるはずなんですよね、中国とか、うん、あのアメリカとか。なんでそういうところでもし本当に研究したいんだったら日本にいる必要もないし、違う国の、あの、そうですね、ポストとか応募しても全然いいはずだし、そう考えると全然僕としてはなんか苦しくいい状況ではないのかなと。日本にとどまらなければ可能性はすごいあるし、そこは思うので、本当に研究したければなんかいろんな選択肢が多分あるはずだから、なんかこう探して、なんかあの見つけるの難しいと思うんですけど、見つかるといいなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。清田さん、質問ありがとうございました。全然知らない世界が広がってて、すごいですね。あっちゃんもありますか？お伺いしたいことあればぜひ。お話ありがとうございました。ありがとうございます。あの伊藤さんのホーブスの記事も拝見したんですけど、うん、微生物が有害なのって2割しかいないってあったと思うんですけど、微生物の種類自体って増えるんですか？なんか新しい微生物が出てくることってあるんですか？そうですね、めっちゃ頻繁にあると思いますね。例えばなんだろう、最近だったらあの堺菌っていう、イデオネラ堺菌って、あの堺で取れた、あの大阪の堺市で取れた微生物なんですけど、あのペットボトル分解できるということで有名になった微生物とか、まあ、本当にいろんな微生物が生まれやすいですね。人ってなかなかこう進化しなかったりとか、突然変異なんもないと思うんですけど、まあ、微生物って本当にあのライフスパンが短くて、たくさんどんどん増殖するから、そのうちに、その増殖のうちにいろんな、まあ、環境要因とか、その DNA を複製する上でなんかこうミスとかが入ったりとかして、そこからこう突然変異してっていうところだと思いますね。あとはその、あの記事でも書いたんですけど、薬剤耐性菌っていって、薬剤使うと死なない微生物が、まあ、一定数出てくることがあるんですけど、そういうのは突然変異して薬剤耐性を獲得した微生物とか、あとはそういう薬剤耐性菌が、あの外部に入ってきたっていうことで、
あるので新しいもので言うと結構多いというか、全然その人間って微生物を見つけるときって、はい、例えば環境中から取ってきてそれをシャーレの上とかで増やして、まあ、増えてちゃんとそのゲノムが読めて論文に出してようやく新しい微生物が分かるとか、なんかそういう、まあ、プロセスを踏んだりすることがあるんですけ ど、あのそういうところで人間がその1プロセスを全部踏んでるうちになんか微生物が新しいのがどんどん見つかるから、なんか人間が全ての微生物をこう調べているのなみたいな話があって、だから本当に腸内とかも500種とか、環境中だと500種選手とかいると思うんですけど、そういう微生物をシャーレの中に飼おうとすると実際に生えてくるのってそんなたくさんいないんですね。500種の、まあ、10% もいない、場所によってはまあ 30% とかあるかもしれないですけど、そういうところで全然生えなかったりするんで、僕たちはそういうところであのもう培養せずに微生物取ってきたやつのゲノムを全部読んで、どういう微生物の種類がいたかっていうのを正確に突き止めるみたいな方法をしてるんですけど、そういうところで本当に新しいものもいいですし、あの何かと何かの間の種が生まれたりするんですよね。なんかへえ面白い。だから本当にいろんなものがいるので、そこら辺は無限にあの可能性があるし、最近は本当にペットボトル分解された微生物とかできる微生物とか、なんか人間に有用なものとか、僕がその大学の4年生の時に出した論文とか、その臭素酸って言って、あの浄水場で水をきれいにするときに臭素っていうのが、臭素酸が出てくるんですけど、それが発がん性物質で一定数が超えると水、その飲み水の中に入ってると飲めなくなっちゃうんですけど、そういうのをあの分解できるんじゃないかっていう、あの微生物をあの研究先と見つけてゲノム解析をして、そしたらなんか従来の微生物より臭素酸の還元素、あれ止まっちゃったかな、あかもしれないですね、あれ聞こえますかね、あ聞きました、聞こえますかね、大丈夫ですか、あちょっとインターネットが、うん、大丈夫です。今聞こえております。あ大丈夫です、ありがとうございます。はい、大丈夫です、ありがとうございます。ということだからあれですよね、結局そのいろいろ見つかる中でどうやってその社会に実装していくかっていうところがあのすごく大事になってくるってことですよね。そうですね、なんかやっぱり論文書いてこういう機能があってこういうものがいて、うん、こういう条件だったらこういう働きをするよっていうのはたくさんあるんですけど、それが人間の形で社会に落ちる、人間の手に落ちるようになるっていうのは、あのそこまではもちろん研究者の義務ではないので、もちろんそこは他の人がやるべきなんですけど、それをやる人が少ないので、僕とかは本当に何本も論文読んでこれは使えるぞみたいなことをメモしてて、それであの、まあ、オープンのデータなのでそういうものを利用して自分のビジネスだったりとかこう社会に還元することができれば、あの、まあ、トータルとして人類の発展に寄与できるのかなということを思ってます。なるほど。あ、すみません、あと1個だけですか、今の話に続いて、あのそのこの話で言うと研究者の喜びって、何かを見つけるっていうところの方が喜びを感じるところなんですか、なんか社会に実装して、具体的にこういう課題を解決したいっていうところよりも。まあそれはタイプによるんですけど、なんかいわゆるその後者のタイプっていうのはスタートアップになる傾向が多いので、自分たちの研究成果をもとに大学から出て研究を始めるって人たちはそういう傾向。なるほどなるほど。前の人たちはそうですね、前者は割とその生命の起源を知りたいって人がいたりとか、どう僕たちは進化してきたのかとか、なんかそういう割と大きなテーマだったりとか、あとは純粋に結構多いのは、例えばその対象、今使ってる対象、例えば昆虫の研究だったらその昆虫がすごい好きな人とかっていうのがあるとか、そういう人は結構たくさんいて、そういう対象を知りたいっていうところとか、あとはその生命の何だろう、法則というか、あのそういうところを興味あるよって言ってやってる人っていうのが結構ずっとアカデミーに残って研究を最後までやるのかなというイメージです。ありがとうございます。すごい面白い世界。ありがとうございます。吉田さんも質問ありがとうございました。同じ研究者の中でも類によって本当に違う道に進まれるっていうのが私も初めて知ったので、ね、参考になりました。吉田さんすいません、最後に私の方から一つ、あの今までがこうどちらかというと微生物に関する質問をさせていただいたんですが、一点こうユニーク、あのこのコミュニティにかけて一点お伺いしたいんですが、こうユニークな方にこうご登壇いただいている中で、伊藤さんにとってのユニークな人生というものを今後歩んでいくにあたってでもいいですし、今まで歩んできたときに大切にされてきたことっていうのはありますか？いやまあそれはやっぱ人と違うことをするんですよね、うん、人と同じものを取らないようにするっていうのを意識的にやっていることですね、選択肢から選ばないっていうことがなんか僕の考えですね、うんうん、はい、
こうユニークなあの道を歩む上で人と違うことをやろうと思うと、要はそこには選択肢がないものなので、自分で作り出すか、または自分で新しい情報を取りに行くしかないじゃないですか。そんな時ってこう伊藤さんってもう本当に自分でパッと思いついたものをやるって言ってたんですか、それとももう新しい情報を常に取りに行くっていう感じなんですか。まあ、本当どっちもですね、基本的に情報はずっと取ってて、そこで自分がなんかあの、うん、情報を組み合わせてその物事と課題られた課題を解くようになるべくしていて、まあ、そういうのがすごい大切なのかなということは個人的に思っています。なるべく、まあ、多くの情報に触れつつ、自分で思っていたことって今世の中ってすぐできるじゃないですか、割とあのリスクとか、うん、そうですね、コミュニティ作ったりとかサービス作ったりとかってもうほぼあちょっとお金払えばいいとか、別に借金とかせずにできることたくさんあるから、なんかそれをたくさんやってって、なんかダメだったらダメで次に行けばいいのかなと思っていて、うん、なんでトライアンドエラー、試行回数をなるべく増やすっていうのは意識してますね。なるほど、いやありがとうございます。今後のその今のコミュニティの皆さんにとっても非常に参考になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ジュノさん、お願いします。はい、ありがとうございます。伊藤さん、改めて1時間ありがとうございました。本当にありがとうございました。僕の知らない微生物の世界をいただいた感じがして、うん、グリーンエアーみたいなプロダクトが読んでるのはすごい楽しみになりました。ありがとうございます。最後にこう伊藤さんにこうお聞きしたいのは、この、まあ、今まさにこのプロダクトを作るとかビジネスとしてこう微生物をのパワーを借りて何ができるのかということをチャレンジしていかれるところかなと思うんですけれども、今後こう実現したいこととか、こういう世の中を作りたいみたいなビジョンみたいなものがもしあったら、はい、あのお聞きできればと思います。そうですね、やっぱりその、まあ、持続可能な社会にしていくってところは多分皆さん良さが分かってると思うんですけど、その持続可能な社会にするために結構微生物とか生物多様性っていうすでにあったエコシステムを使うっていうのはすごいあのフィットしてるここなのかなということを思っているんですけども、やっぱり実感としてその生物多様性とかって何がいいのかなっていうのを感じづらいところはありますよね。でもそのおかげで地球があったりとか、まあ、いろんなそのものが分解されて大気が循環したりとか、そういう働きがあるっていうところで、そこをなるべく多くの人に実感してもらって、その、まあ、最初のプロダクトとして微生物と共生できるような、室内で共生できるようなデバイスを作りたいというところで、最終的にはもう都市とかもう都市も関係なく、まあ、地方とかも含めて世界全体でその微生物とか生物多様性を、まあ、社会に実装するというところをやりたいですね。なるほど、めちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。壮大なテーマで本当ですね、はい、おそらくの動向はすごいウォッチしているので、うん、また進展あったらぜひ教えてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは、本日ですね、ビニューキャリアラウンジ、以上とさせていただきたいと思います。本日のゲストは、Go スワープ代表の伊藤浩平さんでした。伊藤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。